ねえ、知ってる？殺人事件。殺人事件？アリス川徹子です。よろしくお願いします。いつも窓から外を見てる引きこもりの子。荒い花。ここ花屋敷って呼ばれてるの。あ？あなたは結界を破ってしまったの。結界？殺されたのはユダ。殺したのもユダ。荒い花。彼女こそはたった一人の生き証人。知りたい？何があったのか。Bonjour Monsieur Iwai, nous sommes très heureux d'avoir enfin un de vos films sur les écrans français. Et donc, pourquoi avoir réalisé un préquel à Hana et Alice? そうですね。まあ、この実写版というのは10年ぐらい前にあって、で、それを撮った後にこのストーリーを思いついて、脚本は書いてたんですけど、それをまあ実写じゃなくてアニメでやりたいっていうことで。プロジェクトをスタートしたんですけど、まあ、僕もやったことないしなかなかこうチームを編成するまでいかなくて結構まあ半ば諦めてたんですけど、まあ、10年ぶりに、まあ、そのいろんなアニメのスタッフと知り合いにもなったりなんかしながらみんなの賛同と協力を得ながらなんとか。Vous aviez déjà travaillé avec Rui Kitamura sur Baton, une série en rotoscopie. Qu'est-ce que vous inspire cette technique? そうですね。まあいろんなことあるんでしょうけど、そのなんでしょう。まあなかなか一言だと難しいですけど。まあ一つにはもう僕実写の監督なので動きをまず役者とコミュニケーションを取りながら仕上げていけるっていうこれが一番大きい気がしますね。これなかなかこう絵で描きながらだとまあもちろんプロのねアニメの人たちはそれでやれるんでしょうけど僕の場合はなかなかやりやすさでいうとやっぱりその役者さんを動かしたり役者さんとこう会話しながら仕上げていける方が。演技を作っていく上ではいいでしょうしあとモーションキャプチャーとかよりもやっぱりデリケートないろんな部分が表現できるしまあ、自分がやった中でやっぱ一番優位だったのはやっぱ服のシワの表現これは今勝てる技術ないんじゃないでしょうかねロト以上に。で意外と細かいところまでできるので例えば時代劇の着物の柄かなんかがあったらもう全然完璧に表現できちゃうしこれは 3D でもなかなかまだ追いつけてないんじゃないかっていう気がしますけど。On vous sait fan de cinéma, vous avez notamment réalisé un documentaire sur le cinéaste Kon Ishikawa, mais dans vos films on ressent aussi une poésie étroitement liée aux shoujo manga et aux animés. Sont-ils une source d'inspiration? そうですね。まあ今日本だと少女漫画っていうジャンルでもなくなってきたんですけど僕らが本当に子どもの頃ちょうどだから中学校ぐらいの時ですかねに割と何だったのかなこういろんなこうなんか公害問題とかなんかオイルショックとかいろいろあって学生運動とかいろいろあってすごい暗い時代が続いててちょうど今の日本みたいな。雰囲気だった時代があってそれが何かこう切り替わってまあ今思い返せば何だろう抱えてる問題を全部置き去りにして忘れて明るくいこうよって切り替わった、まあ、罪深い時代なんですけどちょっといろんな文化的なこう変化があって。暗い歌謡なんかこう暗いポップが明るいポップに変わったりなんかそのいろんなものがこう変わった時代ちょうどそこに実は市川崑監督の作品との出会いもあってでそこに少女漫画との出会いもあったしアニメの出会いもあってそこの影響すごく大きかったんだと思うんですよね。なんか未だにやっぱそこの影響がすごく強いなっていうのはその時ほぼいろんなものに出会ったっていうその時に出会ったものが未だに大好きっていうようなそういうまあオタク文化の始まりみたいな部分もあるしあと今の日本のカルチャーの、まあ、原型が始まってたような頃だったと思うんですけど非常に日本のカルチャーの中でもあまり定義されてないんですけど僕の中ですごい重要な時期ですね。で実際に確かにそこで全てが大きく変わったって印象は僕の中ですごい思ってますけど。Justement, votre cinéma revient beaucoup sur la jeunesse avec des thèmes très variés comme l'acceptation de soi, l'isolation, la différence et surtout l'évasion. Vous sentez-vous le devoir de parler aux adolescents? そうですね。うん。まあやっぱり自分の中でもすごくその時期は大きかったですね。で、本当その時期にいろんなものが形成されたので。まあ日本でもどうなんでしょうただ僕だけじゃなくてやっぱそういう影響下でそういう世界を描こうとしてしまってるこう気が付いたらそこを描いちゃってる多分作家の人たちって結構たくさん多分いるだろうしまあ安野秀明さんとか「エヴァンゲリオン」を14歳の少年たちで描こうとしたっていうのもまあ偶然ではないような気がするんですけどそのまあ一作家としてはまあいろんな世代のいろんな物語をまあそろそろ描きたいなと思ってるし今までも描いてこようとはしたんですけどなんかたまたま偶然ここの時期はすごいこの。年齢の作品がすごい重なったっていうのとそれ以外の企画がなかなか通らなくてっていうことがあってもこういうフィルムグラフになっちゃってもいるんですけどただやっぱすごい重要な時期だろうなっていうのは思いますね。Pour revenir au réalisateur d'Evangelion, vous avez eu le premier rôle dans Shikijitsu, son deuxième film live. Comment êtes-vous venu à interpréter le premier rôle et comment s'est passée votre collaboration avec Hideaki Anno?初めてお会いしたのは対談だったんですけどね一日中一冊の本を作る対談があって結構ずっと本当にまあ果てしなくおしゃべりするっていうことが一回あって、まあ、それがご縁でなんか自分の映画作る時に最初自分というか映画監督の役でこう自分の田舎に帰るって役だったんで本人が自分でやるつもりでいたみたいなんですけどまあさすがに難しいってことでそれで僕にやってくれないかっていうまあ本人がやるようなね役だからまあ大丈夫かなと思ってこうプロの俳優じゃない彼がやろうとしてたわけだからと思って引き受けてその後送られてきた台本見たらものすごいセリフがいっぱい書いてあってこれ本当に本人がやろうと思ったのかなって。嘘じゃないかなと思いましたけど、だからやってみたら結構大変でしたけど、まあでもすごいいい経験でしたけどね。Bien, c'est fini. Merci beaucoup pour l'entretien et merci pour votre cinéma. まあこれで取材は終わりですけれども、どうもありがとうございました。ありがとうございました。